アストロのチャウヌについて、西洋占星術で占ってみた。第三弾。アストロやチャウヌについての占い動画は、すでに何本も出しておりますので。興味がある方は、ぜひご覧ください。説明欄に、リンク先を載せておきます。さて、チャウヌの性格なんですけれども、一番気になるのは。 こんなに完璧な外見とスタイルで性格はどうなんだ性格は本当に良いのか顔が良い分性格はとても悪いんじゃないかなんてちょっと意地悪なことを思ってしまうんですけれどもそれも詳しく見ていきたいと思いますしかし絶対に言えることはこの方は自分の性格を取り繕ったり性格が良いふりをしたり本当の自分ではない自分を演じたりっていうのは俳優の仕事以外では できないいタイプだと思いますどういう意味かというと言いたいことがあれば素直につい言ってしまうし思っていることがすぐ顔に出るタイプですし楽しいのに楽しくないふりをしたり怒っているのに怒っていないふりをしたりとそういうことは基本できないタイプだと思います。裏表がかなり少とい,いうのは確かです。芸能人は本当のの性格と表向きのキャラクターが全然違ったり 作られたキャラクターである人が多いと思うんですけれどもこの方の場合はどういうキャラクターでどんな立ち位置でアストロにいるのかっていうのは私は分かりませんけれど基本的にうまく自分を取り繕うっていうことはできないタイプなので元々の性格がそのまま周りの人に伝わっていると考えていいんじゃないでしょうかですからインターネットの記事などを見ると周りの人とすぐに仲良くなれたり よく笑い、とても明るい、そして謙虚で誠実っていう風に書いてありますね。もしそのように周りの人が感じたのだとしたら、本当にそういう性格な可能性が高いです。なぜなら、先ほどから言っているように、この方は自分を取り繕うことは基本的にできない性格で、先天的に裏表がなく、とてもストレートな方だからです。 自分では物事をはっきり言っているですとか、ストレートな表現をしているなんて思ったことは一度もないと思うんですが、ただ単に自分の心のままに思ったことを素直に言っているだけ、それの何がいけないんだろうかと、そんな風に思って生きているタイプになります。非常にストレートでわかりやすい方ですし、好き嫌いがはっきりしていたり、白黒はっきりしている方ですね。 この優しそうなお顔からは想像できないんですけれども内面はかなりはっきりしている分かりやすい竹を割ったような性格って言えるんじゃないでしょうか次はこの方の恋愛を詳しく見ていきたいんですけれども自分から告白したことがあるということなんですがこれは相当思い悩んで。 考えに考えてやっと決心して死ぬ気で告白したって言ってもいいんじゃないでしょうかというのはちょっと大げさかもしれませんけれどもこの方は本当に好きだなと真剣交際したいなと思った女性に対してはストレートな性格を思いっきり出したいんですけれどもその直前で思思いいい悩むっていうとところがあると思いますそれは真剣だからこそ悩んでしまうわけですね。なので告白をする前に 断られたらどうしようですとか相手の迷惑になったら嫌だな拒否されたら嫌だなですとかぐる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 考えてしまいでもやっぱり好きだから意を決して告白するしかないとそんな風に一大決心をししして告白したんじゃないでしょうか。この方は物事全般に対してストレートで好き嫌いがはっきりしていて行動的で良くも悪くも男性らしい資質を持っている方なんですけれども。 恋愛となると、それも真面目な恋愛となると、多少ためらいが出たり、いつもの勢いが思いっきり出ないっていうところがあると思います。ちょっと受け身になってしまうというか、普段通りのストレートな情熱的なところが出にくい面があると思います。ただ、最終的には自分の方から告白したりアプローチをしたりと積極的に動くことはできるんですけれども、それに至るまでは、 葛藤があるんじゃないでしょうかまた以前の動画でも言ったんですけれどもこの方は仕事に対する責任感が桁外れにあり周りから求められている自分の役割を完璧に果たそうと思って生きていますプロフェッショナルでいようという気持ちそれが普通の人とは比べ物になりませんですからたとえこれから大好きな人ができて 恋愛するような状況になったとしても恋愛を優先して仕事に差し支えが出るっていうことは絶対にないと言い切れるくらいそれぐらい仕事に対して情熱や責任感がある方ですなのでいくら好きな人ができようとも今自分が恋愛するべきではないと思ったら欲望にには負けずにコントロールでできるタイプですねそもそもそんなに性欲がものすごくあって性欲に溺れてしまう。 自分の性欲をコントロールできないタイプでは全然ありませんので、仕事での責任感と自分の現在の立ち位置、そういうものを冷静に考えて恋愛に溺れるタイプでは全くないですね。ただ、本当は好きな人ができたら、すぐに自分の好きという気持ちを伝えたいなと思うタイプです。また、この方の夜の傾向については、すでに禁断の話というアストロメンバー全員の 性欲について語った動画と最近出した夜のコミュニケーション術という動画両方で取り上げていますのでぜひご覧ください次はこの方の好きな女性のタイプなんですけれども年上の女性年齢が高い女性に老報ですというのもこの方は年上好きの可能性がありますこの方は ストレートで男らしく率直な性格なんですけれども楽しいと思える環境や一緒に過ごしていて楽しいと思える相手っていうのは落ち着きがある女性なんですねこの方は性格がはっきりしているにもかかわらず物静かで落ち着いた雰囲気を先天的に持っているため非常に得だと思いますし周りの人から可愛がられていると思うんですねこの先天的に落ち着いた雰囲気を持っていなければ もっとストレートに自分を出してしまい、ここまでの人気俳優にはなっていなかったかもしれません。というのも、この方のもともと持っている白くはっきりしていてストレートな性格っていうのは、裏表がなくて良い面でもあるんですけれども、悪い方向に出ると、なんか付き合いづらい人だな、態度が明らさまで接しにくい人だなっていうふうに思われる可能性もあり、現在のように、 老若男女すべての人から好かれたり、幅広い年代から好かれるような俳優さんには、もしかしたらなっていなかった可能性があります。しかしこの方は自分の率直さや白黒はっきりしている部分をカバーしてあり余るような落ち着き、物静かな雰囲気っていうものを先天的に持っています。これもこの方の魅力ですね。なぜこの方が物静かで落ち着いた雰囲気を持っているのかというと、 自分自身が落ち着いている環境や物静かな環境が好きだからです。そして環境だけではなくて物静かで落ち着いた相手と交流するのが好きですし、派手ではなくて質素で無駄がないものを好むような傾向があり、そうなると恋愛相手としても落ち着いている人、派手ではなくてどちらかというと地味かもしれないけれども、 わちゃわちゃしておらず、物静かで自分に落ち着きを与えてくれる人、そういう人が好きっていうことになりますね。ですから、そういう女性というのは必然的に年上、それもかなり年上になる可能性が大です。この方の恋愛相手として、この方の好きな女性のタイプとしては、かなり年上の女性というのも可能性があります。 また、年上が好きだったり、落ち着いた雰囲気の人が好きなタイプの男性というのは、男性に限らず女性もなんですけれども、そんなに交際期間が長くなく、すぐに結婚を決めてしまうっていう傾向があるんじゃないでしょうか。チャウヌの場合も、それが考えられます。というのも、男らしい性格で、好きな人には自分から絶対にアプローチをしたいと思う、そんな資質を持ってはいるものの、恋愛が大好きで、 恋愛期間を十分に楽しみたいというような人ではないですし、むしろ恋愛よりも仕事を優先させる方なので、うだうだと長い期間恋愛をしているよりは、とっとと結婚してしまった方が良いと。その方が自分たちにとっても良いし、仕事面においても良いと。そういうふうに思う傾向があるんじゃないでしょうか。なので、この方が今後恋愛や結婚などをする際には、匂わせなどは一切せずに、 誰にも気づかれずに好きな女性と短期的に交際をしてあっという間に結婚をする、そんな展開が考えられます。いずれにせよこの方は仕事に対する責任感と恋愛を天秤にかけて完全に仕事を取る方ですし、本気で好きになった人を自分のものにしたいと思ったら誰に何と言われようと突っ走りますから、電撃結婚ということもあり得ます。 しょうもていにことはなさそうですこの方の好きな女性のタイプなのですが知的で賢い人ということですけれども先ほど言ったように落ち着いていて知的な雰囲気が表に出ている人と思えばいいんじゃないでしょうか実際に学歴がいいですとか頭が良いっていうことよりも落ち着いた雰囲気を持っていて周りの人から見てもあの人は 賢そうだよねと、バカっぽくないよよね、ね知的な雰囲気を漂わせているよねと、そういう人がいいんじゃないでしょうか。また気になるこの方が好きな女性の外見なんですけれどもそこまで女性の外見にはこだわっていなさそうです。自分がここまで美形だからこそ相手の女性にもものすごく美人な女性を望むのかなと思いきやそうでもないですね。普通の男性よりも、 女性の美醜にはこだわっていないというか美人でないといけないとは全く思っていなさそうです。じゃあ何が大切なのかというと髪の毛が綺麗なことですね。綺麗な髪でサラサラヘアどこから見てもツヤツヤのロングヘアなどそういう髪型に惹かれる傾向があります。ですから顔よりもヘアスタイル髪の質これを重要視するんじゃないでしょうか。 とにかくパッと見、綺麗なサラサラツヤツヤの髪。これが一番大切だと思います。また、髪に関連して頭の形。これも大切だと思います。頭の形というのは、頭の形と全体の体型のバランスとも言えます。どういう意味かというと、頭が小さく見えるファッションや 頭が小さくて手足が長いようなバランスのようなスタイルだと良いということになりますとにかくこの方は女性の頭部、髪、そのあたりに注目する傾向があるのでヘアケアにこだわる頭の形が良くなるようなスタイルにこだわる頭の形を良く見せるように努力するこのあたりが大切になってきそうですまた、あまりにも作り込みすぎていない メイクやファッションが好きなのでゴテゴテと着飾ったりメイクが濃くてつけまつげなどがバッチリついているっていうよりも自然体が好きだと思います口紅やチークなどを使って健康的な顔色にするっていうのは必要なんですけれどもあまりにも色を使いすぎているですとかいかにもメイクしていますっていうよりも自然な感じがいいと思いますね。終わりですが出演しているドラマは説明欄から